世の中マジヤバい、なんであんなに普通に言えちゃうの。好き好き大好き本当好き、それで出てくる言葉は、あーもういい加減にしてよ。嘘です、嘘嘘で、こっちはマジ多分なんか絶対勘違いされてる。はかどるのは君の設定、偶然同じ小説読んでてさ。ねえ今度おすすめ教えてよ。嘘です、嘘すぎです。このまま行ったらあの子のことをさ、君は十中八九好きになるよね。その人すらまた頭の中です。ってことはまだまだ普通になれたら、隣になれたらあり得る。ねえダメ、私は無理。キラキラみたいな顔しちゃうの、怖い怖いこんな顔しちゃうの。君の隣の私本当は可愛いはずで、やばいやばい全部見せるのでもずるいずるいよね。そんな態度、こんな感じは隣に置いてさ。本当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 大好きです。逃げた日の帰りを妄想してみて、なんだか全部が本当になってもいいじゃんね。だけどやっぱ言えない、私まだただ君のお隣さん。一周回って君だってマジヤバい、こんな私を好きにさせるなんて。好き好き大好きでもないさ。結局言いたいことは、ああ、もう、あ、ごめん、やっぱなし。終了終了です。友達だったらあの子のことをさ、私十中八九好きになるよね。そう言われるように一緒にいたいってこともまだまだ言えない。痛いためのわかんない、教えて教えてよ。君ならあり、嫌い嫌いみたいな顔しちゃうの、怖い怖いこんな顔しちゃうの。君の隣の全部見せるのでもずるいずるいよね。そんな態度、お隣さんって難しいね。ちょっしちゃうの。君の隣の私本当は可愛いはずで、やばいやばい全部見せるのでもずるいずるいよね。そんな態度、こんな感じなんて私は無理。嫌い嫌いみたいな顔しちゃうの、怖い怖いこんな顔しちゃうの。君の隣の私本当は可愛いはずで、やばいやばい全部見せるのでもずるいずるいよね。